こんにちは、かおりです。よろしくお願いします。2020年からエネルギーが変わったってすごい何回も言ってるんですけど、なんか本当に意識の反映が早いなっていうのがここ最近またちょっとつくづく感じて、いきなりですけど、私お尻の方に帯状疱疹ができたんですよ。で、なんでできたんだろうって考えた時に、もともと結構昔にできてたんですよね。で、同じような場所にまた再発したって感じだったんですけど、で、その時になんでまた同じようなとこに何年かぶりに再発したんだろうって考えて、したら正月休みの時に結構な暴飲暴食をして遊んでいったんですよね。で、羽目を外していて、まあそれはいいんですけど、で、そのなんか暴飲暴食っていうか、ご飯も結構食べる量もありましたし、結構な外食でしたし、お酒の量も普段よりも多めだったんですよね。で、それを食べると同時に、なんか無意識で罪悪感のようなものを感じていたんですよね、後で振り返ると。で、お酒もなんかやっぱり楽しく美味しく飲んでるうちはいいんですけど、ああ今ちょっと飲みすぎてるなって思いながら飲んだり、こんだけ飲んでたら体に悪そうだなって思いながら飲んだり、で、食べ物も結構重たいのが続いてるなとか、まあごちそうごちそうですごいね、嬉しいし美味しいんですけど、でも続いてくるとなんか無意識でそういった感じの感情が出てきてたんですよね。で、それを感じながら食べていたので、で、それもエネルギーなんですよね。結局はいただくものもその自分の意図によって、その体に入ってくるエネルギー状態っていうのが変わってくるんですよ。で、ずっと常にやっぱり何日も何日もずっとそういうふうに思いながら食べて飲んでいたので、それが積み重なって、で、ちょっとある日熱っぽくなったんですよね、正月明けてすぐに。で、そこからまた帯状疱疹みたいのができたんですけど、なのでこの日々の小さな積み重ねがそうやって蓄積、体の中で蓄積されていったんだなっていうのに気づいたんですよ。で、またその気づきもちょっと嬉しくなっちゃってまだ全然痛いは痛いんですけど、でもこれはまたちゃんと意図したらすぐ治るっていうのが分かってるので、そこの痛さとか跡が残るんじゃないかとか、そういった方に意識を向けるのではなくって、治った先の方に私は意識を向けるようにしてるんですよね。やっぱりそうすると、痛いってこういう今痛いんですよねって説明してる最中にまた痛みが増してきたり、で、意識してこうやって治った先の自分の方に意図してフォーカスするっていう、やった瞬間ってやっぱり痛みが緩和されるんですよ。この細かいこういったところが結構大きく、この意図した方向に抜くエネルギーっていうのが直に、ああこんなにすごいんだっていうのがなんか分かったんですよね。で、まあこういった前置きがあってで、なのでどんどん私たちが望む方に意図をして意識を向けて、そしてまだまだ本当にすっごく眠らせてきた自分の可能性っていうのを開花させるように意識を持っていきたいなって、で、実際にみんなで開花して一人一人が天国を作っていって、それでこの地上を天国にしていきたいなっていう目的があって、で、この年明けから意識をそっちの方にフォーカスした発信をしていたんですよね。なので今日はちょっとこの自分の中の望みっていうものをまずは掘り起こして、どんなことを望んでいるんだろうなっていうのを見つけ出して、その願望を宇宙に放つっていうことを実
実践として一緒にやっていきたいなって思ったんですよね。で、この願望を放つっていうのは一歩間違えたら執着になってしまうんですよ。で、今さっき説明したようにその意図した方向に今ってすごいバックアップっていうかもうエネルギーがすごい注がれているんですよね、意図した方向に。なのでその願望を放ったはいいけどそれが執着にならないように手放して、そしてまたさらに生み出して放ってっていうこの基本のあり方からちょっとやっていきたいなって思ったんですよね。なので今日はそのステップとして一つ軽い願望を放っていきたいなって思うので、ちょっと実験してご自身で実験していただけたらなって思います。で、この願望実現とかなんか願望とか望みとかそういうのってなんか私エイブラハムを思い出したんですよね、最初ね。なのでちょっとこのエイブラハムの言ってることをちょっと元にやってみるのもいいかなと思っていて、で、エイブラハムといえばボルテックスじゃないですか。で、このボルテックスに立っている時は宇宙とソースと創造主とつながっている状態ですよっていう説明をされていて、で、このボルテックスから外れている時っていうのは引き寄せの作用点からずれていてかけ離れたものになっていっていますよっていう抵抗のエネルギーがなんちゃらっていう説明をされてたと思うんですよね。で、まさしくこの抵抗のエネルギーを発しているっていう状態は一見これが欲しい、あれが欲しいとかこういう願望を放っているように見えてこれが欲しい、あれがない、こうなりたい、でも今はそうなっていないっていうこの、わかりますかね、望みとは逆の抵抗のエネルギーも発している状態なんですよね、このボルテックスから外れているっていうのは。で、このボルテックスに立っていれば全てはうまくいきますよみたいなことを言っていて、そこにいるだけで望みはどん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 エイブラハムでいう引き寄せの作用点が働いて望みっていうのが具現化されていきますよっていうような言い方をされていて、でもこのボルテックスから外れると逆の欠便のエネルギーが増幅していくっていうような言い方をしていて、で、私はそれが執着だと思ってるんですよね。で、そのいつも私が言っているこの自分軸っていうのがそのボルテックスにあると思うんですよね。で、この自分の軸があります。で、ここにまあハイヤーセルフがあって源があってっていう感じで、で、ここの源、創造主、ソース、言い方は何でもいいんですが、こことつながっている状態、もうこのエネルギーがね、つながっている状態、このセンタリングされている状態、グランディング、しっかりとグランディングされている状態っていうのは、このボルテックスにいる時だと、私はこのゼロポイントとボルテックスと同じ位置だなっていうのを、思っていて、そういう解釈で進めていきたいと思うんですが、で、この自分の軸からずれたボルテックスからいない状態ですね。で、私はこれをここに立っている時は自分自身である状態って言っているんですね。で、ここの自分自身ではある状態、自分軸ではある状態から一歩ずれたこっち側に来ると自分自身ではない状態になるんですよね。で、このある状態とない状態っていうのはもうそのまんまで、ここのボルテックスに入っている状態で自分軸に立っている時っていうのは自分自身である状態なので、全てがあるような感覚で欠便のエネルギーが出てないんですよね。なんだけど自分の軸からずれてあれがない、これがないっていう状態のないないないのないがベースの意識の時は大体ずれてるんですよ。で、エイブラハムが言うのはこのことだと私は思うんですよね。で、ここがない、ない磁場、
自分自身ではない状態で、こっちが自分自身では、あ、自分自身である状態、ここがある状態ですね。なので願望っていうのは放って、期待から何から全部手放してスペースが空いたところにまたやってくるんですよね。大掃除の時の話なんですが、手放した状態のエネルギー状態でスペースが空くんですよね。でまたそこに入ってくるっていうような、このエネルギー循環っていうのがどん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 大きくなっていってっていう話を前回したんですが、そういうような原理で望みも放ったら、もう放った瞬間にこの創造宇宙の方に放たれて、でエイブラハムっていう願望のロケットですよね、願望のロケットを放って、放ってば放つほどこの宇宙っていうのはどん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 拡大されていくんですよね。でどん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 拡大されていって、で自分のこの源ソース創造主もどん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 拡大されていくってことは、自分自身も拡大されていっているんですよね。なので願望を放てば放つほど、実は自分にどん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 力を取り戻していくような感覚になったり、どんどん可能性を見出したり、どんどん自分の本質、源である本質につながっていく、自分と本質のパイプが濃くなっていくような感じになってくるんですよね。なんだけどこれとは逆で、こっちだとあれが欲しい、これが欲しいっていう、一見願望を放ってるようで、見ている先はこっちなんですよね、水平軸なんですよね。でこっちはもう上じゃないですか、垂直、もうここに立っているだけで垂直なので、でこの垂直であるだけで実は波動って簡単に上がっていったり、この状態でただ心地よくリラックスして願望を放っているだけで、それだけで実際拡大拡張はされていくんですよね。なんだけどここからこの現実のスクリーンを見て、あれがない、これがない、これが欲しい、誰々が羨ましいとか、なんかもう外に意識がいってる、他人に意識がいってる、この自分軸ではない他人軸の時っていうのは、どん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 エネルギーがこっちに流れていっちゃってるんですよ。エネルギー漏れなんですよね。こっちはもうソースとつながっているじゃないですか。でどん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 宇宙を、自分の中の宇宙を拡大させて、でソース、ハイヤーセルフや源とのコネクトもどんどん強くなっていって、このここに立っているだけでもう宇宙のエネルギーの流れと同調している状態なんですよ。で宇宙のエネルギーの流れと同調しているっていうことは、拡大拡張の流れに沿って流れていっていますよ、どん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 拡大拡張されていってますよっていうような感じなんですよね、ここにいる時っていうのは。なんだけど現実をちょっと見て、ああ、あれがない、これがないってなると、ここに流れていったエネルギーがもうこっちに流れていってしまうんですよね。エネルギー漏れが起きてしまうんですよ。こうどん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 こう外に外に外に、なんだけどもう外を見ないで、ここにまずは戻ってくることが基本なんですよね。でこの基本の位置っていうのは、私が言っている自分軸に戻るっていうことであり、エイブラハムでいうボルテックスにいる状態、ハイヤーセルフとつながっている状態、源とつながっている状態、そしてセンタリングされて、グラウンディングもしっかりされてっていう、こういうアライメントされている状態なんですが、ここで戻ろうとするときに、やっぱりないないないっていう意識だと、自分には価値がないっていう無価値感だったり、あれが足りない、これが足りない、もっとこうしなきゃいけないんじゃないかっていう罪悪感であったりとか、まあ、様々な地球のバイブレーションをここでは使うことができるんですよね。でその地球のバイブレーションをここの現実というスクリーンにくっつけて、それでここで一喜一憂、
これが地球での在り方であり、私が言うこっちがインナーアースで、こっちがアウターアースなんですよね。で、アウターアースの遊びをして、今までこれだけしていたので、やっぱりこうやって戻ってくるときに何かしらの抵抗というのが出てきたりするときってあるんですよね。あ、心地いい状態に自分を持ってこようと思っても、やっぱり思考で、いやでもあれもやらなきゃ、これもやらなきゃとか、今ほっとしてもこの問題はどうするんだとか、さまざまなブロックが出てきたりとか、こっちに引っ張ろう引っ張ろうとするものが出てきたりとか、やっぱりそういうときっていうのは、ここの現実のスクリーンを掴んでいる状態が私は執着だと思ってるんですよね。で、さまざまなものを手に握っているから、なかなか戻ることもできないし、戻ったとしてもすぐこういう感じ、もう現実のスクリーンの方をすぐ見てしまう癖がついていると、すぐまた戻ってしまったりするんですよね。なので、ここでこういう風になっている状態の時っていうのは、やっぱり願望を放ってもエネルギーっていうのが分散されちゃうんですよね。これを繰り返していると、やっぱりいつまで経っても実現しないじゃんみたいな感じで、もうこっちの願望がいつかなんだろう、いつかなんだろうっていうスクリーンの方に意識が向いてると、このループにはまってしまうんですよ。私が前回お話しした自分を開花させる2つのポイントっていうのは、こういうところに大きく響いてきて、で、一つ目が現実のスクリーンと自分自身を一旦切り離すっていう癖を毎瞬つけるっていうことが一つなんですよね。現実はただの映像であって、いつでも中立なんですよ。ただその現実のスクリーンに感情をくっつけたり意味付けしたりいろいろやってるのは自分のここなんですよね。で、現実はただの映像、ただの中立な映像で、感じてるのは自分の中だけなんですよね。体感だけなんですよ。これをしっかり毎瞬毎瞬思い出していくことっていうのがとても大きなポイントで、で、現実は幻なんだっていうのをまず腑に落として、こうやって切り離すことによって自分の内側に集中することができるんですよね。一旦外は置いといて、一旦全ての現実、過去や未来や今の現実を一旦横に置いといて、自分は今何を感じているんだろうっていうか、自分のハートをまず感じるんですよね。今何を感じているのかなって、で、意識を全集中して自分のハートに持ってくるんですよ。で、ハートに持ってきてもわからない時は、自分の心臓ありますよね。心臓の音を深呼吸しながら感じるっていうだけでも、自分っていうのを感じられたりするんですよ。なので、一旦現実を話したんだけど、自分の感じ方がわからないとか、自分が今何を思ってるのかわからないとか、自分自身を感じられない時は、ハートもいいですが、心臓っていうのもすごくいいんですよね。で、この心臓の鼓動あるじゃないですか。で、この鼓動を深呼吸しながら感じると、なんかすごい自分自身が愛おしくなったり、この自分の体が自分のために頑張ってくれているんだなっていうことを思い出したり再確認できたり、そうやって自分自身を感じることができたりするんですよね。なので、こういうやり方っていうのもとってもいいと思うんですよね。で、この一つが、その現実のスクリーンと自分を一旦切り離して自分を感じるっていうことと、二つ目が結果を気にしないっていうことなんですよね。で、この結果を気にするっていうことは、もう完全にこっちのスクリーンを見てるじゃないですか。で、このスクリーンを見ながら行動を起こそうとすると、どうしてもこういうふうに行きがちなんですよね。で、こうやって願望を放ったら、今度はインスピレーションが降りてくるようになって、で、今まで思いつかなかったものが降って脳裏に浮かんだり、あ、これをやってみようとか、全然関係ないようなことでも、今まで意識になかったものをヒュッて引き寄せてきたりとか、あ、これをやってみたいっていう新たな意欲が湧いたりとか、
そういうのって結構願望を放てば放つほどここにソースとのつながりが強くなってくるほど、そういった内なる可能性っていうのがどん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 自分の中から出てきたりするんですよね。で、そうなった時に軽やかにポンポンポンってアクションを起こせればいいんですけど、でもいや今までこうだったからこれは無理でしょうとか、今これをやったらこの先どうなっちゃうんだろうとか、過去と未来をくっつけてしまって腰が重くなったり、これをやって失敗したらどうしようとか、一回やってみたけどなんか全然思ったように結果が出てないとか、その全てがやっぱり結果に執着している状態だと思うんですよね。で、過去がこうだったからこうなるだろうっていう勝手な結果の予測で腰が重くなってしまったりっていうことが起きてくるんですよね。こうなるとせっかくのこのハイヤーのメッセージっていうのを自分で弾いてしまっている状態で、せっかくハイヤーがこっちだよこっちだよって、この道だよこの道だよって、こっちが最短だよっていうような感じで、どん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 自分の中の可能性を掘り起こそうとしてくれているんだけど、それを弾いてしまうのはもったいないんですよね。結局はこの結果に期待することによって思ってたものが手に入らないっていうような状態になってしまったりっていうこともあるので、なのでこの2つっていうのはとっても自分を開花させていく、この特に2020年この加速されているエネルギーの中では、ここっていうのを押さえておくとよりスムーズにいくと私は思うんですよね。で、結果を期待しないで、あ、これやってみたいなと思ったらそれにポンって乗っていける軽やかさ、今これをポンって乗ったけどまた今度これがやってみたくなったなと思ったらまたこっちにポンって移れる軽やかさ、そしてポンポンポンって進んでいけるスムーズさっていうのがとっても大事になってくるし、今までがこうだったからこれからもこうなるだろうっていう、そういった予測っていうのが簡単に覆るような2020年なんですよね。今もとっても大きな変化変容の流れに来ているので、なので自分の頭の中で予測できるものっていうのはもう全体から見たらほんの1ミリぐらいしかない。このちっちゃい枠の中で一生懸命やろうとしている、それこそエネルギー漏れみたいな感じですよね。なので今までのパターンっていうのを一回全て手放すっていうのもとってもいいのかなって思うんですよね。これらのことを踏まえて実際に一緒に実践として願望を放っていけたらなって思うんですよね。軽くまとめると、まずは一つ目として、この自分軸である状態、この自分軸に立つっていうことがまず一番最初の基本中の基本なんですよね。それこそエイブラハムでいうボルテックス、このボルテックスにまずは入るっていうことが大前提なんですよね。なのでいくらそのエイブラハムが言っている推奨していることを実践しても、このボルテックスから外れていたら結局はまたこのさっき言ったループにはまってしまうんですよね。いくらいろんな手法を試してみても、あり方が水平だとここの次元からは上がらないんですよね。なのでこの自分の軸に立つっていうのが基本中の基本になりますよっていう、この自分軸というボルテックスですねに入っているっていうのがまず基本中の基本であり、ここに立つっていうのはそのやり方としてはさっき言った2つのことで、この現実っていうスクリーンをまず一旦置いておいて、この自分の中だけを感じるんですよね。その感じ方っていうのはまずハートを感じて、この愛のバイブレーションであったり感謝のバイブレーションであったりっていう、この源のエネルギーを感じるっていうのもいいですし、あとはさっき言った心臓、自分の鼓動を感じて深呼吸する、ただた
ただそれだけでだん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 意識がぐーって内側に向いてくるんですよね。そうやって自分をまず感じてみるっていうことで、ここの自分の軸に立つことができるんですよね。そして3つ目が結果を気にしない、イコール期待というものを全て手放していくってことですね。結果も期待も全て執着になってしまうので、執着っていうことも外のスクリーンにこうやっても行こうとしている体勢になってしまうので、その引っ張ろうとしている手をパッと離すっていう感じですね。もうパッパッパッっていう感じで、願望を放ったらパッと離すっていうような感じで、結果を期待しない、あくまでも内側からの願望を放つっていうことだけにまずフォーカスしていくっていうことがとっても大事なんですよね。で、この3つをしっかり押さえておくと売れにくくなりますし、願望を放って苦しくなるっていうことも、こういった仕組みを理解していればすぐ戻ることができるので、あ、今ずれていたな、じゃあ戻ろう、それだけでいいんですよ。なのでこの願望を放つ基礎というかね、そこをまず徹底的に抑えて、そして実践に入りたいと思います。で、ちょっと今尺が長くなってしまったので2部に分けようかなって今思ったんですよね。ちょっとアップロードの関係でちょっと1回ね2回に分けてアップロードしていきたいと思うので、今はまず前半として説明っていう形で、しっかりここを理解するとスムーズに願望を話すことができるので、そういう感じで前半を終わらせていきたいと思います。ではまた後編に続きますので後編の方では実践、一緒にね実践していきたいと思います。本日もお付き合いいただきありがとうございます。また後半の方もよろしくお願いいたします。